今年10周年を迎えた日本橋にある中華そばの名店三浦さん。中華そばはもちろん、いぶりがっこを中心に、ふるさとの懐かしい味が楽しめるとあって、秋田県出身者はもちろん、多くの方が訪れます。三浦さん、この度は横手市応援拠点になっていただきまして、本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。そして市長わざわざ、まあ、本当遠いところ横手からお待ち取りました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ところで三浦さん、おすすめの料理は何でしょうか。いぶりがっこなんですけども、横手の高橋敦子さんという方の、はい、いいいぶりがっこを、よくいぶしたこの黒いブラックって僕ら買って言ってるんですけど、ブラックとホワイト、いぶりの少ない、はい、これを2種類出してお客さんに提供してます。すごく人気です。でこちらは僕の家内が広島出身ですので、広島の小餅こんにゃくか、はいはい、小餅こんにゃく、はいはい、これでコラボで、出してます。このお店10年経ちました。で私30から出てきたのちょうど20年だったんです。あと何年できるか分かんないですけれども、秋田横手とそしてこう東京中央区日本橋というところをなんとかうまくつなげて、で、横手に恩返し、どんな形でもいいから恩返ししたいなと、そういうふうに思っております。じゃあこれからも中華そばの三浦さんに来てくれるかな。いいよ。横手市にも来てくれるかな。いいよ。